杏花女刑図一家一問。それから財産はさっきも言った通り一人一人に用意がしてある病気なり何な,なりは父さんも兄も本職だから注意が届くよその他は万事母さんが預かってしつけるんだ好き嫌いは別として こちらで他に求める条件だけはちゃんとこちらにも整えてあるんだからあながち身勝手ばかり言うんじゃない。けれども貧困の点は疑えば疑えるというだろう。そこはね生理上も信釈をしてそろそろ色気がと思う自分には妹たちがまだまだ自分で男をどうのこうのという悪知恵の出ない先に親の眼鏡で婿を見つけて授けるんです。 いやも王もありゃしない着物の柄ほども文句を言わんさ言わないはずだ何にも知らないで授けられるんだからしかし間違いはないそこは母さんの目が高いものすると何かね向こうを選ぶにもおよそその条件が満足に解決されないといかんのだねもちろんさだから皆円満にやっとるよ じきの,、ね、の妹のえんづいているのが理学士その次のが工学師皆食いはぐれはないさ今また話のある四番目のも医学士さ妙にえり取って揃えたもんだなうんそれは父さんの主義で兄弟一家一門を揃えて天下に一階級を形作ろうと言うんだ なるべくはめ名いめいそれぞれの収入も一番の姉が300円なら次が250円次が200円次が150円末が100円といった具合に徴用の当さをきちんとつけたいというわけだまず行われている今のところじゃそうしてその子その孫と次第にこの社会における地位を向上しようというのが理想なんです。 例えば今の世が学士ならその次が博士さ大博士さね君言ってみれば貴族院も一家族で一党を立てることができる内閣も一門で組織しうるようにという遠大の理想があるんだまた幸いに父さんには孫が八九人できた名誉を引き取って教育しているのも三四人ある着々として法を進めている 何でも妹たちが人災を引きつけるんだごとながら力は白面に功を調してじゃあ君の妹たちは皆学士を釣る餌だ餌でもいいかまわんね藤原氏のためだもの一人や二人犠牲ができてもいいがそりゃ大丈夫心配なしだ親たちの目は曇りゃしない 次第次第に地位を高めようとするんだから奇祭春才、結物はいかんそういうのは時々失敗をやる望むところは盆栽で間違いのないのがいいのだ正々堂々の人さ信玄流です小豆名古光をかざして旗本へ切り込むようなのは貝は貝なりだが永久自重の策にあらずその理想における の家の僕が中心なんだろう。その中心に座ろうという妻なんだから大いに慎重の態度をとらんけりゃならんじゃないかつまり一家のクイーンなんだから河野は彼がいわゆる正々堂々として説くこと一条その理想における根ざしの深さはこの男の口から言っても 例の愚痴のように聞こえるのやその落ち着かない腰には似ないほとんど動かすべからざる確固としたものであったいやよく分かったなるほどその主義じゃ人の娘の体格検査をせざはなるまいしかし私は嫌だ私の娘なら断るよたとえご試験には求大をいたしましてもと冷ややかに笑うと 河野は人物に似ずこれには呆然として信ずるところをあるごとく飲み込んだ笑い方をして「でも条件さえ通過すれば僕はもらうよ」「はははきっともらうね」「おい一本もらっていくぜ」と「ダットのごとくかねて測っていたようにこの時ひょいと立つと肩を斜めに隠しに片手を突っ込んだままつかつかと床の間に立ち向こうてはや手がかかった。 花の矢車片膝立ててさっと色を変えて「いけないよ」「なぜかい?」と済まして見返る力はやや焦った君で「なぜ」と言って「はははそこが肝心なところだ」と母さんが言ったんだと突っ立ったままにやりとして「早瀬君が」 どうかしているんじゃないかえおい耐えこ霊か熱か皮脂寸鉄にして英吉のその下の根を止めようと焦ったがとっさに針を吐くあたわずして力は黙って拳を握る英吉はここぞと土俵に仕切った形で片手に鼻の軸をひっつかみ片手でひげをひねりながら 目をギロギロとたださえない光で「だろう君つついずつ振り分け紙と言うんだろうそれならそう言いたまえ僕の方にもまた手加減があるんだどうだね」「信玄流の敵がかえってこの騎兵を用いたにもかかわらず力の答えは車がかりでも何でもない」 極めて平凡なものであったけしからんことを言うな冗談とは違う大切なお嬢さんだその大切なお嬢さんをどうかしているんじゃないかそれとも心で思ってるんかけしからんことを言うなというのにじゃあ確かかい 五年には及びません。「それなら何もそう我が河野家の理想に反対して人がせっかく聞こうとする妙子の様子を隠さんでもいいじゃないか話がまとまりはその人にも幸福だよ河野一等のクイーンになるんだ」「こうか不幸かそりゃあ知らんが私は嫌だ」 一門の繁栄を望むために娘を餌にするの嫁の体格検査をするのというのはまっぴらごめんだ。惚れたからはなりでも廃病でも構わんのでなくちゃたえちゃんの相談は決してせん。もちろんお嬢は傷のない玉だけれどむき出しにして河野家にご覧に入れるのは平宗国清盛に招かれて月が顔を出すようなものよ。といささか言い得て。 濃タバコをほっとついたはまさに格のごとく山の葉のおぼろけならん趣であったならいい君に聞かんでも脇で聞くよと案外また英吉は角だった様子もなく争いや勝てりの態度でしかし縁起だこりゃあ一本もらっていくよ妙子がごじさんの花だから 君がどうということもないのなら一本二本おしむに当たる前こんなにたくさんあるものしっけあわや抜き出そうとするとゆかしい人かがハッと襲って「いけませんよ」と斑点の襟をしごきながらおつたがふすまからスッと出て英吉の肩へ手をのせると。 よろけるように振り向くところを入れ違いに床の間を背負って花をかばって膝をついて「嫌ですよ私が行けたのが台無しになります」とえんぜんとして一生するだってだって君突っ込んであるんじゃないか池のも演習もありゃしないちっとぐらい抜いたってあえてお手前が崩れるというでもないよ。 とさすがに手を控えて例の隠しへ突っ込んだがおたの目先をコートロコトロの手で靴たびでドタバタドタバタはいこれは柳橋流というんです柳のようにふさふさ生けてありましょうちゃんと流儀があるじゃありませんか嘘をつきたまえまあいいから僕が惚れ込んだ花だから 力は火鉢をぐっと手元へおたはすらりと立ってだってもう主のある花ですもの主があると目を見張るええありますとも力といってねそれ見ろ早瀬なんだお前いいえあなたこの花を引っ張るのは わをく,どくのと同じわけよ。主があるんですもの。さあ引っ張ってごらんなさい。とよると栄吉は一足引く。さあ口説いてちょうだい。とよると栄吉は一足引く。ほほえみながらすり寄るたびにたじたじとすさってやがて次の前もそりと出る。